西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。6月20日木曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。今友人がフランスに出張していることもあって、なんとなくフランスに意識が向いています。そしたらこんなニュースがありました。パリジェンヌはすっぴんがお好き。ルイ・ヴィトンのパリ本社に17年間勤めていたという日本人女性のお話です。ある時自分の資料を批判されて、もう悔しくって、だけどうまく言い返せなくって、それでもう悔し涙が出てきちゃって、アイラインがにじんじゃったからトイレでお化粧直しをしようと思ったんだけど、なんかトイレが妙に暗い、しかも洗面台が奥行きがあるから鏡が遠い、それでつま先立ちして鏡を覗き込んでお化粧直しをしていた時に、はい、ふと気がついたそうです。あれ、そういえば入社してからお手洗いで化粧直ししてる人って見たことないかも。それで周りを見渡してみると、はい、みんなすっぴんだったそうです。あの派手な色のマニキュアを欠かさない、あのちょっと小悪魔ギャル風の同僚のソフィアも、すっぴん？いや、でもこれは PR 部だけかもしれない。ちょっと他も見てみよう。法務部、財務部、やっぱりほとんどすっぴん。なんでなんだろうと思ってじーっとみんなの顔を見ていたら、ある時姉御風の女性に、どうしたの、私の顔なんかついてる？って言われたそうです。で、正直にこうお化けを話したらね、お腹を抱えて笑われたそうです。そんなこと考えてたの？あのね、メイクってディナーとかイベントとかここぞっていう時にするものよ。毎日顔を合わせる同僚の前で気張ってどうすんのよ。はあ、そういう考え方でございましたかと。で、そんな姉子がですね、ある時、あ、なんかオフィスの自分の席でコンパクトを開いて、あ、粉はたいて化粧してる、え、まつげにマスカラ塗って、はい、口紅引いて、1分で終わりでも聞いてみたそうです。夜だけメイクしてるんですかって。いやいやいや、毎晩じゃないわよって、スイッチオンの時だけよ、デートの時だけ。はあ、なるほどと。いつスイッチオンでメイクするか、今はスイッチオフだからメイクしないか、これはみんな自分で決めてるんだ。でも日本人の私はというと、いや、なんかすっぴんだったらちょっと申し訳ない、ごめんなさいという感覚で、やっぱり失礼だからメイクしなければいけないと思ってた。ちょっと待てよ、すっぴんってそもそもどういう意味なんだろう。調べてみたそうです。すっぴんっていう言葉、表現、フランス語にも英語にもないそうです。じゃあ日本語のすっぴんの語源は、すでもべっぴん、つまりありのままでも綺麗な人、これが実はすっぴんの意味だったそうです。今はね、もうすっぴんといえばノーメイクって意味になってますけれども、違う、ありのままで綺麗な人、それがすっぴんだったんだ。なるほど、パリジェンヌがノーメイクでも素敵に見えるのは本当の意味でのすっぴんだったからなんだ。 OK、 私もすっぴんで出勤してみよう。まあそう思ってすっぴんで会社に行ったことが大きなきっかけとなって、ありのままの自分を愛するということが起こっていったのだそうです。はい、まあこれはフランスでの話なのでね、だから日本人女性たちよ、我々もすっぴんで行こうじゃないかなんていうつもりは全くなくてですね、まあ、ただ自分はどういう気持ちでメイクをしているのか、やっぱり失礼だから申し訳ないなのか、自分がなんかこう上がるからメイクしようなのか、そのメイクってものが
自分にとって何なのかっていうことをちょっと見直してみるのもいいんじゃないかなって、そんな風に感じました。私は基本的に家で仕事をしていますので、まあ毎日すっぴんなんですけれども、これがね面白いことにすっぴんで過ごしてた方が肌が荒れてくるんですよね。あとすっぴんで過ごしてる時って日焼け止めぐらいは塗るんですけど、あんまり鏡見ないのでやっぱりこういろんなお手入れがですね滞ってくるんですよね。だから私の場合は、まあ、基本的に家ですっぴんで過ごしていますけれども、今日はお化粧をすることを楽しみたいなって、なんとなく気分を上げたいなっていう時は自分のために化粧を楽しんでいます。まあ最近はねお化粧しなくってもそのアプリでお化粧をしたかのように写真や動画が撮れてしまったりする、まあ、そういう時代なのでね、ますます本当に家にずっといるとお化粧しなくてもいいという感じではございますけれども、先日B リアルという加工をしないリアルな写真を載せるそういう SNS のアプリが高額で買収されたっていうニュースになってましたね。843億円だそうです。で、これ一体どんなアプリなのかなと思って自分もね使ってみようと思ってダウンロードしたんですよね。そしたらね、なんかね、お知らせが来るんですね、アプリ側から。すると2分以内に写真を投稿しないといけないという、まあ、そういう面白いアプリで、しかも写真を撮った時にスマホの表カメラと裏カメラの両方で同時に写真が撮れちゃうんですね。はい。で、これがフランスのアプリなんですよ。で、さらに買収したのもフランスのゲーム会社ということで、なるほどな。やっぱこのリアル飾らないっていうこと、すっぴんっていうことがフランスでは大切にされているのかなって思いました。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。